こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは守護霊からの贈り物ということでお送りしたいと思います。さて、守護霊に関する話ですけれども、まあ非常に基本的なことなので今更言う話ではないんですけども、守護霊という存在ですね、私たちに様々な、サインとかメッセージとか、送ってきてくださったり、いろいろとですね、霊界の、背後の霊界でいろいろと働きかけを行ってくれているんですね。目に見えないところでの働きなので、なかなかそれは私たちがこうよほど注意していないと、気づけないという感じ取れない部分はあるんですけども、私たちがその何かを行動したり選択をしたり、人生を進めていくにあたり、無意識的にね、ふっとした感覚で、選んでることが多いんですよね。それはいろいろ論理的に考えて、決断をしたりする場合ももちろんあるんですけども、そう見えるケースでもその根底となる前提のその何かっていうのは意外とその守護霊様からね、お膳立てがあって、さまざまなオファーを受けた結果決めてるということもあるんですよ。で、なのでちょっとですね、一見表面的に見るとそれは守護霊関係あんのと、守護霊なんて全然感じないけどというふうになりがちなんですね。で、特にですね、守護霊の語りかけだとかお祈りだとかっていうことをですね、実践してみたものの、いや全然何の変化もないんですけどとかね、全然守護霊に守られてる感じしないんですけどとか、そういうね、守護霊なんか本当に守ってくれてるんですかっていう、そういう意見も時々出てきますね。で、そういう場合もあるんですけど、それは守護霊が守ってくれてないということはないんですよね。もちろんちょっと距離感ができてしまってるとかそういうことはあるんですけども、距離ができていたとしても、その範疇、できる範疇の中で必ず動いてくださっているという部分が言えるんですね。で、お祈りとか語りかけをしていれば、当然距離は縮まっていくので、それだけ強く働きかけができるようになってくるはずなんで、何もないってことはありえないわけです。ところが、それでも、守護霊なんか全然ね、感じないよと、お祈りしたけど、自分が思った通りにならないよという人がいらっしゃるのも事実なんですね。さて、それに対するですね、守護霊様の、アンケートっていうか、別に厳密なアンケートしたわけじゃありませんけども、守護霊の本音、守護霊がどうそれに対して思ってるかというと、守護霊もですね、実はいろいろ辛いことがあります。何が辛いか、いろんな辛さがありますけども、一番辛いのは、こちらがせっかくオファーを出してるのに、それを拒み続けている人っているんですね。つまり、ある種の贈り物を、いっぱいいっぱいしてくれてるんだけども、本人がそれを受け取らないと。よく引き寄せの法則っていうのは言うんですけどもね。引き寄せられても、そう受け取らなければ意味がないわけですよね。それはちょうど守護霊が宅急便でね、こういうのがあなたには必要だよっていうふうに家に送ってきてくれたけども、受け取り拒否したら、そのまま持って帰って、で配送センターに行って、でずっと受け取らなかったら廃棄処分になるわけですよね。それにちょっと似てますよね。だから、贈り物があっても、それに気づかず受け取らない、あるいは気づいていても拒み続けている人っていうのがいるらしいんですね。それが守護霊にとって実はきついなと、辛いなと思うところの一つだそうです。これはちょっといろいろとね、交流してきた中で分かってきてることなんですけど、で、じゃあ、なんで拒み続けるのかっていうと、一つには、自分が想定しているものってあるわけですよね。守護霊にこういうお願いをしたんだから、それが来るだろうと。ね。例えば結婚したいと言ったら結婚できるようになる。守護霊が働いてくれた。単純で分かりやすいですけども、そうはならないわけですよね。やっぱり結婚したいと願う人は、ね。で、現時点ではできてないわけです。できてないのにはできてないの理由があるわけです。それは現実的な理由もあれば、その人の性格上の理由や、その人を持っている、なんでしょうね。備えている様々な要素があって、あるいはカルマがあって、それがあって、
なかなかそういう縁談が進まないということがあるわけですよね。じゃあそれを当面何をクリアしていかなければいけないかっていうことで、守護霊は動くわけですね。で、もっと身なりをきちんとしなさいとかね、例えばだけども言う場合には、友達を通してお前だらしないわよって、そんなんじゃ、ね、男も寄ってこないわよみたいなこと言われると。だけどそこで単純にカチンときて、なんでそんなこと言われなきゃいけないの、ブンブンっつってね、なんで怒って終わるというふうになってしまうと、守護霊からのせっかくのオファー、まず身だしなみだよっていうね、当たり前なんですけども、その当たり前のことを気づいてないから縁談が遠のいてたとする場合もあるわけですよね。でそこをまず来るわけですよ。でそれを、そういうオファーが来てるのに、自分の固定観念でなんか、ね、守護霊に語りかけお祈りしたんだから素敵な男性が目の前に来るか、来るに違いないっていうふうに先入観と固定観念で思ってるわけです。で一向に来ないわけです。まあ来てもね、身だしなみがあまりにもやばい、やばいっていろんな意味があると思いますけども、やばい人であれば、なあれちょっとなんか違うなって離れていくわけじゃないですかね。で本人は男運がないとかね言ってるわけです。いや、その理由が何なのかを考えようよというね、いう部分もあるわけですよね。だからそういうことなんですよ。自分が想定しているものじゃないものもいっぱい来るわけです。で直接的じゃない場合も多々あるわけです。むしろそっちの方が多いんじゃないかなっていう話なんですね。でそれが自分が想定してないから違うんだ、こんなものはオファーじゃないというふうに思ってしまうと受け取れないということになるわけですよね。あるいは気づけないと。でこれはまあある意味での自我意識の罠でもあるんですけども、自分自身の自我意識というのは現状を維持したいというのがあるので、現状の自分を保存したいというのが自我の最もの至上命題なわけです。だから、ね、だらしない、だらしない自分が自分らしいんだから、だらしないことを変えようとするのは拒もうという働きが出るわけですね。それでまあ守護霊からのオファーを蹴ってしまうということが起こるわけですね。なので、自我意識っていう観点でもそういうことが起こりやすいんです。だから、大事なことは何かっていうと、想定しているものが来るとは限らないんだよっていうことを覚えておくというのが非常に大事で、あとは、やっぱり一つ、ある意味での素直さなんですよね。まあ、何でもいいダクダクと来たものを是としろと言ってるわけではありませんが、ある程度素直に受け止めないと、いやこんなのは違う、あんなのは違うっていうふうにすると、まあオファーをね蹴ってしまうことになるし、あともう一つはオファーをきちんと受け入れる勇気なんですよね。勇気っていうとはなんか勇ましいわっていうねイメージありますけども、そんなもんじゃなくて、自分にとってなんか苦いなとかね嫌だなって思うことも、実は守護霊からの大切なオファーである場合があるわけですね。それを受け止めるっていう勇気ね、辛いけど苦しいけど、なんか見た目のこと言われてすごく腹立たしいし傷ついたけど、でもきっとこれは守護霊様の何らかのお諭しに違いないというね、そういう風に思えるっていうのは勇気がいるんですよね。勇気のいることで自分自身の非を認めるとか、自分自身の嫌なものを受け止めるっていうのは勇気のいることなんで、勇気がいると、素直さと勇気なんですね。そして柔軟性ですよね。柔軟に物事を受け止めて、何かを受け止めて一歩前に進んだ、それでももちろんそれですぐにうまくいくとかね、すぐに変わるってことではないかもしれないけども、でも変わんなかったとしても、じゃあ次はどうしたらいいかっていう試行錯誤していくというね、そういう柔軟性、そういうものがないと、やっぱり守護霊っていうのはいろいろやってあげてるのに、なんか知らないけど否定されるっていうね、いや守護霊なんかいないよと、何にも変化ないよと、何にも変化ないよ、嘘じゃん、天使嘘つくなよとまあ私は嘘つきだと思うのは構わないですけど、その人の主観的なね判断のもので、別にもう僕はどうしようもないですけど、でも守護霊はやっぱりいっぱいやってくれてるのに、何っていう何だよと、何だよとは言わないですけども、そういう気持ちになっている守護霊も多いということで、まあ今回ちょっと守護霊からのね、ある種のそういう話もたまにしてっていうこともありましてね、ちょっと基本的な話ではありますけども、守護霊からの贈り物というものをテーマにちょっとお話をしてみました。ということで今回も守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。
スゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またスゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のスゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。